17日開幕の国内ツアーブリジストンレディス前日会見に出席女子ゴルフの国内ツアーブリジストンレディスは18日から4日間愛知中京 GC 石の C6573 ヤードパー71で行われる17日はプロアマ戦が行われ今季国内初参戦となる渋野日向子サントリーが会見今季は米ツアーを主戦場にしているが約2ヶ月ぶりの日本であるスイーツを大量買いしたことを明かした この日は、プロアマ戦でコースを確かめつつ、笑顔で同伴競技者とラウンドした渋野ひな子。昨年11月の JLPAG ツアーチャンピオンシップリコーカップ以来、今季初の国内ツアー参戦となる。日本に戻ったのは約2ヶ月ぶり。上野七子との演覧はただただ楽しかったですと、仲の良い選手との交流も楽しんだ。そんな渋野ひな子が日本のコンビニで魅了されたのは、ちいかわのまんじゅう。 コンビニでコラボしているものだそうで上野らにはあったから大量に買ったぜと報告したという日本滞在中に見に行きたいと望んでいるのがソフトボールの JD リーグ自身も小学生時代にソフトボールに打ち込み昨年12月には地元岡山で自身の名前を冠した小学生のソフトボール大会も開催しているスケジュールは計画中と笑った今季のベイツアーは出場7試合全て予選を突破 それでも満身はない。米ツアーでプロゴルファーとしてやっているからには上を目指さないといけない。6月からは米メジャー大会も始まる。そこに皆合わせてきている。頑張らないとと表情を引き締めていた。渋野日向子、自力はついた米ツアー2年目で予想以上の成長を実感今季国内初戦。今季国内ツアー初出場の渋野日向子が17日プロアマ戦に出場するなどして最終調整した。 一年前は千葉県内のコースで開催された大会で決勝ラウンドに進めず去年は場所は違えど予選落ちしてしまっている4日間プレイできるようにしたいと目標を掲げた米ツアー挑戦2年目の今シーズンは出場した7試合はすべて4日間を戦い最高が7位今のところ全部予選通過してなんとか戦い切ってるのはちょっと予想していなかったその分自力が去年よりはついたのかなと感じていると手応えを口にした 昨季は途中から不調に陥り、シーズンオフには2020年まで支持した青木賞コーチに再び教えをこうた、現在の玉筋はフェード系だが、打ちたくて打っているわけではないが、スイングを変えている過程で、そういう玉筋が出るのは仕方がないと青木さんからも言われているという。理想の玉筋はストレートに近いドロー系。 スイングの完成度は半分にも達していないという中でも試合は続きスコアにしていかないといけないのがプロの世界。だからこそ何とか予選落ちせずにいる。去年よりかは自信はあるかなと言い切れる。コースは21年開催時の6486ヤードパー72から今年は6573ヤードパー71に変更。 全体の距離が長くなったと同時にパー5だった13番は440ヤードの長いパー4となった。プレーするのが19年以来で当時を全く覚えていないという部の日な子だが13番についてはボギーが出ても仕方ない。4日間の平均が4.2か4.3でもおかしくないくらいの気持ちでやらんといけんかなと覚悟を決めている。レイツアーでやっているからにはプロゴルファーでやっているからには上を目指さないといけない。 もっと強くなりたい。再び湧き上がってきた思いを今年初めての日本の試合にぶつける。渋野ひな子がファッションにも興味津々、今までジャージー生活だったけど。米ツアー本格参戦2年目の渋野ひな子は今週のブリジストンレディス。18日開幕、愛知中京 GC 医師の C で今季国内ツアー初出場。 17日は、プロアマ戦に参加した後、公式会見で臨み、先週の帰国後について、家でぐータラ、と言いかけると、あ、お姉ちゃんと買い物に行きました、私服。今までジャージー生活だったけど、おしゃれも頑張ってみようかなと明かした。さらに、心境の変化特にないですけど、俳優ベストのパンツが似合うようになりたいけど、着こなし方がわからないですけど、と笑った。 プロゴルファーが私服で登場する機会はめったにないがジャージー生活からどのような着こなしになったのかは気になるところだ。 肝心の本業については、米ツアー本格参戦2年目を迎え、スイング改造の影響などで、正直、もう少し予選落ちして苦戦するかなと思ったんですけど、今のところ、全試合通って、何とか戦えているというのは予想していなかった、最近ビッグスコアを出せる状況ではなかったですが、耐えるゴルフができているかなと思うと、一定の手応えを口にした。 昨年も出場した今大会は予選落ちしているだけに去年予選落ちしているので今年は4日間プレーしたいと意気込んだ西野真央連敗ギャラリー味方に渋野日な子吉田優里と同組すごい多くなりそう声援力に18日に開幕する国内女子ツアーブリジストンレディースで連覇に挑む西野真央21島津製作所が17日愛知中京 GC 市ので行われたプロアマ戦に出場 意気込む思いを語った。地元千葉で行われた昨季大会は2位の稲見萌寧に2打差をつけて優勝。今年の会場は変更になり違った形のディフェンディングになるが私しか達成できないので全力で頑張りたいと語った。予選ラウンドは今季国内ツアー初戦となる渋野日向子ワールドサロンパスカップで国内メジャー初 v を飾った吉田優利と同組になった。すごいギャラリーが多くなりそう。 そういう組でプレーできるのはありがたいので頑張りたい。応援を味方に偉業に挑む。